宅建合格パートナーのレトスの小野です。弊社レトスは宅建試験に合格していただくために効率的な勉強の仕方をお伝えしております。効率的な勉強の仕方とは理解学習です。無料の過去問解説、分野別解説を通じて理解学習とはどういったものかをお伝えしてますので、チャンネル登録をしていただき、これ以外の動画もぜひご覧いただければと思います。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、再建譲渡の対抗要件について解説いたします。大きく分けて2つあります。債務者に対する対抗要件と第三者に対する対抗要件、これは2つ分けて考えた方がいいので分けました。基本的にはこっちですね。こっちの方をまず頭に入れていただいて、その後にこっちです。第三者に対する対抗要件を頭に入れていただくという流れがいいと思います。まず債務者 B に対する対抗要件、どうしたら対抗要件備えられるかというところなんですけれども、まず A さんが B さんにお金を貸していたと仮定します。そうすると B さんが債務者ですね。で、 A さんは債権者で、まあ、貸金債権を持ちます。で、この債権を C さんに譲渡しました。例えば A さんが C さんにこの貸金債権を売ったと考えていただいても大丈夫です。で、この場合 B さんからすると、この債権が売られた、譲渡されたってことを基本的には知らないわけですよね。なので、例えば A さんが B さんに対して通知をする、債権は C さんに売却しました、譲渡しましたって通知をする。これによって C さんは B さんに対して自分自身が債権の譲り受け人だということを主張することができるんですね。つまり債務者 B に対して対抗要件を備えると、まあ、いうことです。もう一つ C さんが対抗要件を備える方法があって、それは B さんが承諾した場合、この貸金債権が C さんに譲り渡されたということを B さんが知って承諾した、つまり B さんがこの貸金債権 C さんに譲渡されたこと承諾しましたよっていうことを譲り渡し人である A さん、もしくは譲り受け人である C さんに対して承諾した場合、この場合も C さんは B さんに対して譲り受け人だということを主張することができます。なので、どちらか一方ですね、譲り渡し人 A さんが B さんに通知するのか、もしくは債務者 B さんが承諾をするのか、どちらか一方を備えることによって C さん、譲り受け人 C さんは債務者 B さんに対して自分自身が譲り受け人なんだということを主張することができる。これ主張することができるとどうなるかっていうと、 C さんはこの貸金債権を使って B さんから取り立てを行うことができると、まあ、いう話ですね。まあ、ここまでまず頭に入れておきましょう。で、続いて第三者が現れた場合どうなるのかというところです。ここの話で言うと、この三者なんですよね。下半分です。一方で A さんがこの債権を D さんにも売ってしまった、つまり債権の二重譲渡をしてしまったという状況です。そもそもこんなことができるんですかというところからお話しすると、できるんですね。これは単に契約するだけなんですよ。つまり A さんが C さんとこの債権売りますよって契約をした、また A さんが D さんとも債権売りますよって契約した、まあ署名捺印したらそれで OK なだけなんで、これ可能なんですね、二重譲渡って。そうなってくると、どちらがこの債権を B さんに対してこう主張することができるのってなってきますよね。これがこれからお話する第三者に対する対抗要件です。例えば C さんから見たら D さんは第三者なんですね。一方で D さんから見たら C さんが第三者です。つまり C さんが対抗要件を備えたら、 C さんは D さんに対して私がこの貸金債権持つんだよってことを主張することができる。逆に D さんが対抗要件を備えたというのであれば、 D さんは C さんに対して自分自身がこの貸金債権の譲り受け人なんだということを主張することができるという話なんですね。じゃあどういった場合に第三者に対して対抗要件を備えるかっていうと、1もしくは2、これを確定日付のある証書で行った方が勝つんですね。例えば A さんが B さんに対してこの貸金債権は D さんに譲り渡しましたよという旨を普通郵便で B さんに通知したといった場合、この場合確定日付のある証書で行ってないんですね。普通郵便は確定日付のある証書ではありません。確定日付のある証書っていうのは内容証明郵便とか、まあ、そういったものです。
なので D さんはこの状況では対抗要件備えてないんですね。 C さんに対して対抗要件を備えていません。で一方で A さんは B さんに対してこの貸金債権 C さんに譲り渡しましたよっていう旨を内容証明郵便で通知したといった場合、この場合 C さんは確定日付のある証書で通知をしてもらっているわけだから C さんが対抗要件を備えるんですよね。そうすると C さんと D さんの関係で言ったら C さんが勝ちますよという話です。逆もありますね。 C さんに対する債権譲渡について普通郵便で通知した、逆に D さんに対する債権譲渡については内容証明郵便で通知したというのであれば、内容証明郵便で通知した D さんが C さんよりも強いですよ。つまり D さんが勝つので D さんが B さんに対して主張することができるよ、この債権を回収することができるよっていう話になります。じゃあどちらも確定日付のある証書で通知をしたらどうなるのかというと、この場合は通知の到達日が早い方が勝ちます。確定日付では判断しませんので。これどういうことかというと、確定日付がある証書なので、確定日付ってあるわけですよ。つまり郵便が受け付けたっていうこのハンコです。これが例えば D さんの方が早かったと、例えばですよ、こっちが5月11日って書いてありました、こっちが5月12日って書いてありました、でもこっちの方が先に到達したというのであれば、こっちが勝っちゃう、 C さんが勝っちゃうっていう話なんですね。でもう一つのパターンがあって、もう一つのパターンは、一つが確定日付のある証書で通知をします、通知で、もう一方に対しては B さん自身が確定日付のある証書で承諾をしますといった場合どうなるのかというと、到達した日と承諾をした日の早い方が勝ちます。これもこの確定日付は関係ないんですよ。到達した日、通知が到達した日と C さんが承諾した日の早い方、つまり先に B さんが C さんに対して承諾をしました、確定日付のある証書で承諾した後に D さんの通知ですね、 A さんから B さんに対して、 D さんに対してこれ債権譲渡したよっていう内容証明郵便で通知が来たとしても、これは C さんの方が勝ちますよっていう話がこの内容です。ここすごく重要な部分なんで、しっかり頭に入れておきましょう。はじめのこのあたりは簡単なんですけども、こっちですね、第三者に対する対抗要件ちょっと難しくなってきますんで、今言った内容ちょっと何回か動画を見ていただくと分かると思いますんで、一つ一つ整理して頭に入れていっていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。